はい、牧場物語、ウェルカムワンダフルライフの続きをやっていきましょう。おやすみ。はい、やっていきましょう。ペッパーの8日です。今日バーンさん来ますね。あれ？バーンさん来るということは。あれか、ちょっとお店お休みだな。ちょっとベッサさんのお店で種買おうと思ってたんですが。今手持ちで用意できたかな？果樹の種をいっぱい用意しておきたかったんですが。オレンジ、ブドウ、リンゴ。あー、バナナだけ全部売っちゃってる。足らないな。まあいいや、これは明日かな。ちょっとね、そろそろ家事をやっておかないといけねえなということを気づいてしまったんで、このペッパーの月の間にやっておこうと思ったんですが、明日だな。明日やります。さて、お、ヨシノ大きくなってる。ありがとう、ヨシノ。大きくなったはいいんだけど、これ、大きくなったオス牛そのまま放置してると、ねえ、この想定していなかった子が突然妊娠したりするんで、そろそろお別れかな？なんて残酷な。オス牛くん、大きくなって図鑑に登録されたから、もう君は用済みだよ。わー、かわいそう。かわいそうなんだけれど、またね、縁があればまた、会えると思うんで。じゃあな。でもこの一瞬でな、売りに出されるまでの間に、やだ、売られたくないって言って、子孫を残すという方向に進んでいく可能性もありますんで、まあその時はね、この吉野の大事な子供ということで大切にしてあげましょう。で、次は、ブラウンモーの子牛、オスもいないんだったかな？ブラウンも迎え入れるかな？スターモーが生まれてくれたからオス。これはオッケーかな？ブラウンモー。どちらにせよ小屋いっぱいだからな。ちょっとずつ、あれこれやっていかないといけないね。ブラウンも注文します。と、まあこんな感じですね。お、セピリアさんたち。ここにいるということは？あ、買い物できるじゃん。なるほど、この時間帯だったらできるんか。じゃあ今のうちにやっとこうか。果樹系統ですね。品種改良をやっていくので、5種類か。この5種類で組み合わせをやっていく。桃もあんまりなかったからな。とりあえず全部10種類ずつぐらい買っとくか。10じゃ全然足らないんだけどな。もうちょい買おうか。でもな、価値の高いからな。ちょっとひよっちゃうな。いや、20ずつにしよう。バナナの種とかな、あらかじめ用意したやつ売らなければとか思うんだけど。まあ、背に腹は変えられない。ありがとう。さあ、これで種いっぱい買ってきたんで、品種改良やりましょう。まあ、第一で品種改良とか、クリクリとかね、第二次の、新種作成とかも、いくらか進んではいますが、改めてちょっとメモを取って、どれを作っていてどれを作っていないのかとかも、ちゃんと確認しておきたいので、またゼロからやります。ズルタン。品種改良をしましょう。とりあえず順番に行くか。まずは最初の品種改良。バナナ、オレンジ。お、これ試してなかったか。成功パターン。集中戦。新しいのが出ました。多分、マゲンゲの種やな。バナナ、オレンジか。だよね。バナナ、オレンジ、マゲンゲだね。果樹系統は品種改良の組み合わせパターンが少ないんですよね。これで全部なので、合計10種か。なので、総当たりだと、10×10 の半分、50よりちょい少ないぐらいか。まあ、それでも多いっちゃ多いんだけど、だいたい網羅できそうだな。よし。長かったけど。ようやく表を作り終えたんで、こちらの手元のメモでね。品種改良で順番にやっていこう。とりあえずパウジュスタートでいくかな。いや、ちょっと待て。種作りで、いくらか出来上がってたのがあったんで、先にそっちを優先しようか。リストはもう作ってあるんで、ここを埋めていく作業になっていくのであれば、あれだね、順番がバラバラになるとかは大丈夫。果樹系統はな、10×10 なら、この辺やりやすいから、都合がいいね。これだよ、パウジュゲージュ。この辺をしっかりとやっていきましょう。それでは、鎮守作成をやっていきましょう。パウジュベースで、まずはいろいろやりましょう。
パウラムくんいますか？パウラムくん、いた。よろしく。お、成功パターンあるね。集中戦ありがとう。お、出た。これは？わしも見たことないな。え？イチジクじゃないよな。ライチか？ライチって木になるのか？ダメだ。ライチ全然食べないからわかんねえ。はい。玉ねぎっぽいから。なんだろうね。長沢とかいろいろ思いつきましたが。まあ、そういう、変とかな名前よりは、見た目重視な感じでいきましょうか。まあまあ、とんがってないけどな。とんがってないけど、なんか先端がちょっと、先細りになってる感じ。とんがりくんでいいんじゃないかな。よろしく、とんがり。パウジュ。マリエラムでいくよ。マリエラム、マリエラム。マリエラムくん。お、新しいパターン。成功さえすれば。集中戦。おお、成功した。これは？なんだろうな。断面ではないよね。外側がこういう色合いなのか。不思議な形してんな。君の名前はスターだよ。パッと見どこがどうなってスターなのかというふうになりそうなんですが、多分これ上から見ると輪切りにしてスターの星の形になるような身になるんじゃないのかなというふうに思ったんで、こういう名前にしました。まあ実際違うかもしれないし、全く関係のない、あ、こういう身だったんだっていうふうに後でね、この身が出来上がったタイミングで気づくかもしれませんが、俺の第一印象としては多分、これ輪切りにしたらスターになるやつや、と思ったんでスターにしました。果たして予想通りの身が出来上がるのかどうかも楽しみですが。ではパウジュベースでラストかな？マゲンゲ。お、これも成功パターンある？新しいやつかな？これは。お！あれ？私も見たことないな。これどう見ても栗ですよね。あー、こっちだったか。栗栗の名前をつけるべきはこっちだったか。お前こそは真の栗だ。ということで、君の名前は真栗だよ。よろしくね。いや、まさか実際に栗あるとはな。まあ、木になるやつだし、ちょっと甘みもあるから、果物という扱いでもおかしくはないのか。現実の栗って、あれ、なんて呼ばれてんだろうな。この分類的には。果物なのか？わかりませんが、とりあえず本当に栗っぽいものが出来上がりましたね。リエージュ&オラージ。お、あるやん。何ができるかな？これは、ん？青リンゴか？なぜ最終的にリンゴになってしまうのか。おー、でもなんかすごい綺麗なリンゴだな。なんとなく、食べたらシュワーっと爽やかな炭酸ガスが発生して、口当たりのいい食感になりそうなイメージがある見た目だったんで、シュワシュワリンゴ、略してシュワリンにしました。なんというか、ラムネ味みたいな感じがしそうな雰囲気。普通に美味しそう。青リンゴというか緑色のリンゴって普通に熟してないだけみたいな印象も与えかねないんだけど、こうちゃんと美味しそうに表現されてるのはすごいなぁと、感動したり。パウラムマリンゲ。お、成功パターンだ。この画面までは確定で出てくれるとすりゃありがたいんだけどな。どうだ？お？丸いな。見たことないな。これはなんかどっかで見たことあるような。でも何だったっけって全く思い出せない、何とも言えない感じのやつ。君の名前は夕日だよ。まるで、まんまるで、ちょっとオレンジ色がかっているから、この水平線に沈む夕日みたいじゃないか。という風にパッと思いついたんで夕日にしました。おしゃれな命名だ。オラパウ、マゲンゲ。お、新しい。マゲンゲベースに結構隠されてるか、いいのが。これは、お！柿やん！めっちゃ柿やん！柿の実で思い出すものといえば、俺あんまり柿の実食べないから、なんか食べた時のイメージみたいなのがあんまりないんですよね。ということで、やはり有名なお話から持ってきました。でも、あのお話っていつも猿カニ合戦で猿ベースで呼ばれてるから、なんかそれ納得いかないなと思ったんで、カニ猿にしました。
これの方がなんかカエサルみたいな響きでかっこよくない？ということでカニサルです。よろしく。ゲージュラムンゲ。よし、じゃあマリエンゲベース行きましょう。マリエンゲラムンゲ。お、成功パターンいいぞ。これは、お、これはいずれのあれではないか。これこそドリアンですな。ドリアンの思い出何かありますか？俺はスーパーマリオサンシャインでひたすら蹴るものとして認識しているので、ドリアンイコールキックです。よろしくキック。でもこんなトリトリしたもん普通蹴るもんじゃねえよなと思いますが、よし、ということで一通り試す分は試したぞ。表が完成したこちらの手元では一応全パターン網羅はしました。これであとは珍獣が全部出来上がっていれば OK なんだが、あれ、ここが何もないのが不穏で仕方がないな。お前はまだ全部作っていないよと、なんかそう言われているような気がしならんな。ただ身をつけないと多分図鑑に登録されないんじゃないかな。だとするとまだわかんないんだよな。あー、全然乗ってね。ということはこれ身をつけて収穫するまでわかんないのか結局。ちょっと待ってな。とりあえず今回で何種類できたかをまず確認しよう。じゃないと足りてるか足りてないかもわかんねえな。一旦全部しまおうよ。いや、でも結構できたぞ。もう全部網羅しましたと言われても、そうなのかって言っちゃいそうなくらいには、いろいろできてると思うんだけどな。珍珠は、珍珠の下なんだな。ワールドカップ。あ、でもワールドカップのすぐ隣がとんがりだから、ワールドカップが珍珠の最後なんじゃないかな。いや、どうなんだろう。珍珠まだワールドカップとこのとんがりの間に何パターンかあるかな。出来上がった珍獣が今回でこれか。全部で9種類？少なくない？そんなもんか。あれ？ちょっと足らなくない？ここから間がいくつかあると仮定すればあれだけど。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここからここまでで全部埋まるのであれば、足りるという扱いなのか。だからワールドカップの後ろに4種類ほどまだ見てない珍種が存在すると仮定するならば、これで珍種コンプリートってことになるのか。いや、だからなんかちょっと物足りなくない？本当か？本当にこれだってのか？という謎の疑問は否めない感じ。とりあえず今回試してみて、珍種ではなく普通の品種改良の果樹が出来上がってしまったところに狙いを絞って、もう少し粘って作り直してみたら、もしかしたら作れてなかった珍珠はあるかもしれないというぐらいかな。だがしかしだな。例えばこれとんがりだけ収穫できて、このワールドカップのすぐ隣にとんがりが出たら、あ、足らないんだなってなるんだけど、そうなのかどうかがちょっとわかんないんだよな。ただ9種類っていうのはちょっと中途半端すぎる気もするんだよな。もうちょいありそうだよね、珍珠。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。ああ、でもワールドカップから後ろが全部珍珠だったとしても合計13にしかならないのか。となると多くても10ぐらいか。だからもし見つけてないのがあったとしても1種類ぐらいかな、という感じでしょうかね。ちょっとこれはタイミングを見計らってというか、どっか思いついたら作るでいいかなと思ったんだけど。でもね、それだとちょっと困るんだよな。珍珠はね、今から植えておかないと、あれなんですよ。多分、育成が若干遅いから、パーロットに実をつける系のやつがあったとしたら、今から巻いておかないと間に合わないんだよね。実をつけてくれない。このゲーム全6章で終わりだから、来年の6章のパーロットが終わったら7章のパーロットに実をつけるっていう状況だと、その果樹の実を回収できなくなっちゃうんですよね。だからパーロットに実をつける系のクリクリみたいなタイプの珍珠がまだ残っているんだとしたら、ちょっと植えないといけなかったんだけど、それどころでもないかな。ちょっとついでに青染めの果樹も一緒にやっとこうか。この辺も
下手したら身をつけるのパーロットのネタあったよって言われたら困るもんな。さあ、では果樹系の品種改良はもう全部終わらせるぐらいの気持ちでいくぞ。桃青染め。とりあえずオレンジの青染めはまだやってなくない？おお、やってなかった。これはブルンゲかな？青色だよ。これ完全にオレンの実だな、よく見たら。オラブルの実やな。オラブルの中に。よし、とりあえず青染めもこれで多分いけるはず。ちょっと、もうやったような気もするけどな。ここで作ったことがあるっていう時点でな。なんかちょっと怪しいけど。まあいいや。まあ一応これも植えておきましょう。実は回収しなかったらしいんで。どうだい？天才博士。変わった作物をすべて発見したらしい。天才博士。現る。変わった作物全部っていうことはこれ。新種はともかく、その第一段階の品種改良の段階については、全部見つけられたってことか。やったね。いや、でも長かったけど、ついに認められた感もあるな。え、でも、そうか、逆に言ったらこれ、珍珠はまだ全部発見してませんよってことか。なんだと。道のり遠くないか。だからまだ発見しないものあるよってことか。頑張らんとな。キウはいいや。カニサル。キック。夕日。ここで全部植えられるか。植えられないような気がしてきた。シンクリ。スター。シュワリ。で、クリクリは向こうで育ててるからいいとして。ジュラム。オラパウ。ラムンリエ。マリエンリエ。オラブルー。で、育てていたつもりで育ててなかったらしい。ブルラムと。これで一応 OK かな。なんか他に育てたやつがあったらこの4マスに植えるという感じかな。さあ、これを今から植える、育てれば、多分間に合うんじゃないかな。そしてバンさんのお店が今開店していく。でも気になるな、やっぱり。真珠も全部見つけたら多分、真珠マスターみたいなの出ると思うんだけど。あ、でも変わっ、その珍しい系統は、珍種珍珠で一括りになってる可能性もあるのか。品種改良と、その、品種改良果樹が一緒くたになって全部発見したら、素敵になるみたいな感じで。だから、珍珠は全部発見したけど、珍種に関してはまだ見つかってないだけだよっていう可能性もあるのか。ややこしいやだな、これ。だから、この、珍種のローラー作戦が成功しないことには、この珍珠をコンプリートしたかどうかがわからないのか。まあ、珍種はもう少し時間かけたいというか、今日そっちまでやる余裕はないので。まあ、珍珠は9種類で全部揃ったという風に、見なしておこうか。多分そうでしょう。なってくれていると信じます。なってなかったら、残念だったねで終わる。そんな感じで。バーンさん。バーンさんなんか新しいの売ってくれないんだよな、もう。あとはぬいぐるみ買えっていう圧が、すごいきますね。まあ、逆に言えばもう買うもんがないということは、ぬいぐるみに向けて一直線お金を貯めていくばかりというふうにも言えるわけだな。ぬいぐるみはまあラスボスでしょうね。なんとか買えるまでやりたいよね。お、甘露が出来上がっていく。甘露出来上がったんだったら甘露ベースの品種改良ちょっと試してみるか。甘露タターロ。お、成功パターン。久しぶりに来てくれたな。なんだ。おお。これは白色人参か。もしかして、いろいろなやつに白色パターンが存在してるって感じなのかな？干渉にもあったもんな。はい。なんか株っぽかったんで、株とキャロットを合わせて、キャブにしました。よろしく。パショタ。お！いいぞ。もうこれが来るだけで嬉しくなってきたわ。なんぞこれ。また不思議なものになったぞ。あ？これは、チュッパチャップス的なそういう飴ちゃんですよねということで、飴にしました。
さあ、これで2種類発見できたか。でもこんだけやって2種類なんだよな。遠いな。お、メロリー、存在する?さあ、どうだ?お!来たか、電球。この電球ね、確かリメイク前4種類ぐらいあるんだよな。これでようやく3種類目ってこと ?4 種類だったかな。でも少なくとも4種類あるんだよな。え?でも他に発明家の名前俺知らねえぞ。発明家の名前をいろいろつけていこうシリーズ。うん。どこで切っても中途半端になると思ったんで、ダッピーにしました。レオナルド・ダ・ヴィンチですね。お、ラディタ!あれ?おー、でも成功したのか。おー、これは。これなんて名前つけたっけ?どう見てもあれだけど、これ見たことあるんだよな、リメイク前のプレイでも。君の名前はニンニンだよ。なんて名前つけたかな?全然思い出せないんだけど。まあ、とりあえずニンニンという名前にしましょう。ニンニクだとそのまんますぎるからな。という感じ。トラディ。お、トラディ。成功。お、これは、伊豆子に作った、ホットの対になりそうなやつだな。ホットみたいな見た目のやつにホットという名前をつけたんで、カップみたいなやつの名前には、カップルという名前をつけていく。これで、ホットとカップルで、ホットカップルになるわけだな。そういった命名法則でやっていく。なかなか頑張ったつもりではありますが、発見数はそこまででもないって感じかな。でもまあせっかく発見できたから、これ、ハッピーランプで育てるかな。ニンニンとカップル。まあいろいろ出来上がった S の種はまた、品種改良で使っていくという感じかな。あ、てかそうだよ。この種の中の種とか、カボキンも育ててないんだったな。やるか、この辺も。近藤、キャブ。ゴーストって育ててたっけ?育ててない気がすんな。アメアメ、ライトビー、プニプニ、ダビ、エジソン、ホワイモ、シンバル、オーレ、おやき、ハッタ。でもワールドカップより後ろはまだ全然出ないんだよな。これ、チンジがまだいっぱいあんのか?わかんねえな。ちなみに今、ペッパーの8日だから、ペッパーアンバーのやつだったら特に、品種改良する必要はないかな。でも、チンシュは、あれだな、ペッパーアンバーとか、また飼ってるのあんまないな。アンバー、インディゴ、パーロットだけ、ペッパーだけ。これ全部、ハッピーランプ入れた方がいいな。アンバーから植え始めるでもいいけどな、他のやつ。そうするかな?じゃあ、アンバーのやつは、いいや。アンバー以外のやつだけ、品種改良しとこう。いや、しかし、ペッパーの予感めちゃくちゃ濃い一日になったな。大変だったぜ。よし、じゃあ、とりあえずこの辺植えましょうか。種の中の種。カボキンの種。近藤はどっちだったっけ?これアンバー?アンバーか。ちょっとアンバー組は別にしとこう。よし。それでは今回はここまでにしておきましょうか。まあ、どういう編集になってるのかはわかりませんが。とりあえず、新種、もろもろ、いろいろたくさん発見できてよかったですね。という感じでしょうかね。ああ、この辺植えてなかった。まあ、いいや。とりあえず、実をしっかりと収穫しないといけないなということを身をもって、ね、身だけに感じたんで、この辺しっかりと、あれですね、これから作ったら、ちゃんと植えて収穫を目指すっていうのをやっていきたいところですね。なんだかんだギリギリなんですよね。あと1年しかないから。ここから少しずつ焦っていくぐらいがちょうどいいのかもしれませんね。はい、それでは今回はここまでとなります。ありがとうございました。